午後1時過ぎ、夕張市日吉の老人福祉施設の職員から、山の方が燃えていると消防に通報がありました。この山林の火事で、消防車6台と消防ヘリ1機が出動し、現在も消火活動に当たっています。今のところ、けが人はいません。消防によりますと、山の斜面およそ4ヘクタールの延焼が確認されているということです。夕張市では最小湿度 28% を記録し、現在も乾燥注意報が出ています。明日にかけても道央や道南では火の取り扱いに注意が必要です。